真似したい。翔くん、WithMusic ルイス・ビットンコーデを解説。14分の9放送を彼の選んだアイテムは、3つがルイス・ビットンで統一されており、これによって彼のスタイルがますます際立っていました。平野翔さんが WithMusic の表紙に登場したとき、彼のファッション選択が再び多くの人々の注目を集めました。彼の選んだアイテムは、3つがルイス・ビットンで統一されており、 これによって彼のスタイルがますます際立っていました。このブランドの選択は単なる偶然ではなく、彼のファッションセンスと個性を表現するものです。ルイス・ヴィットンのようなラグジュアリーブランドが持つ高級感と、そのクラシックな魅力に現代的なエッセンスを加えることで、平野さんのスタイルは他の誰とも異なる、唯一無二の存在感を放っています。まず、彼が着用していたインサイドアウト T シャツに注目してみましょう。 この T シャツは、表面上はシンプルに見えますが、その細部に込められたデザインが光ります。ルイス・ヴィットンの新作コレクションから選ばれたこの T シャツは、価格が約11万560円ということからも、その価値がうかがえます。表面的には控えめでありながらも、片部分に施されたインサイドアウト風のステッチや背面のラベルが特徴的で、これは単なるベーシックなアイテムではなく、 ファッション愛好者にとっては特別な意味を持つアイテムです。シンプルでありながらもディテールにこだわるそのデザインは、平野さんのファッションスタイルそのものを象徴しているかのようです。さらに、彼が履いていた LV トゥレーナツースニーカーにも目を向けてみましょう。このスニーカーは、価格が21万1247円にもかかわらず、ファッション業界では非常に人気の高いアイテムです。このバイカラーのデザインは、 ヴィンテージバスケットボールスニーカーからインスピレーションを受け、ルイス・ヴィットンのクリエイティブディレクター、バージル・アブロによってデザインされました。ここで興味深いのは、このスニーカーがヴィンテージの要素を持ちながらも、現代的な感覚と融合している点です。サイドに施されたモノグラムフラワーのオーバーサイズグラフィックや、LV のメタルアクセサリーなど、細部にまでこだわったデザインが特徴的です。これにより、クラシックでありながらも、 モダンンななエッセンスを取り入れた一足となっています平野さんのファッション選択は単に高価なアイテムを身につけるだけではなく彼自身のスタイルを表現するための一部です彼が選んだモノグラムプリントテクニカルトラックトップはその典型的な例ですこのトラックトップは2024年秋冬ファッションショーで披露されたもので価格はなんと58万8500円です ネイビーブルーを基調としたスポーティーなシルエットが特徴で、前面にモノグラムパターンが施されており、非常に目を引くデザインとなっています。特に背面に施されたロープ風のルイス・ビットン・シグネチャーの刺繍が、西部のインスピレーションを想起させる要素として、個性的な印象を与えています。このトラックトップを選ぶことで、平野さんは伝統と革新の融合を巧みに取り入れていることがわかります。ここで 平野翔さんのファッションスタイルについてもう少し深く釣りしてみましょう。彼のファッションに対するアプローチは、単なる外見を飾るための手段ではなく、自身の内面を表現するための重要な要素です。彼の選んだルイス・ヴィットンのアイテムは、すべてがデザインの美しさや機能性だけでなく、その背後にあるストーリーやメッセージを考慮した選択であると感じられます。例えば、T シャツのシンプルなデザインが、 彼の謙虚さや控えめな姿勢を反映している一方で、スニーカーやトラックトップの大胆なデザインは、彼の自信と強さを象徴しているようにも見えます。ファッションは、個性を表現するための一つの手段であり、彼の選択はまさにその象徴です。さらに、彼がこのような高級ブランドを選ぶことに対して、多くのファンや一般の人々が、高価すぎるという反応を示すこともあります。しかし、 ここで重要なのは、彼がこれらのアイテムをどのように着こなしているかという点です。彼は高価なブランドをただ見せびらかすのではなく、自分のスタイルに取り込むことで、その価値を最大限に引き出しています。それは、単に高価なアイテムを着るだけではなく、彼自身がそのアイテムの一部となり、全体として調和の取れたスタイルを作り出しているということです。これは 彼がファッションを通じて自分を表現する能力を持っていることを示しています。平野翔さんのファッションセンスは、彼の俳優やアーティストとしての才能と同じように、多くの人々に影響を与えています。彼の選ぶアイテムやスタイリングは、常に注目を集め、ファンたちはその影響力を感じ取っています。彼がファッション業界で注目される理由は、その選択が常に時代の先を行くものであり、 トレンドをを取り入れながららも独自のスタイルを確立しているからです彼のファッションセンスは流行に流されることなく自分自身の感覚を大切にしているところにあります。また彼が選ぶブランドやアイテムには彼自身の価値観やライフスタイルが反映されていることも見逃せません。例えばルイス・ヴィットンのようなブランドは単に高級であるだけでなくその背景には伝統と革新が共存しており 常に新しいい挑戦を続けています平野さんがこのブランドを選ぶことで、自身のクリエイティブな側面や挑戦的な姿勢を表現しているのではないでしょうか。このように考えると、彼のファッションは単なる装いではなく、彼の生き方や考え方を反映したものだと言えるでしょう。ルイス・ヴィットンのアイテムを身につけながらも、それを自己流にアレンジし、彼自身のスタイルとして昇華させている姿勢は、 多くのの人々にとって憧れの的ですそしてその背後にあるストーリーやメッセージを理解することで彼のファッションセンスに対する理解も深まるでしょう。ファッションは時に表面的なものと捉えられがちですが平野さんのスタイルを見るとそれがいかに深い意味を持ちうるかを改めて考えさせられます。彼の選ぶアイテムや着こなし方は単なる流行を追うだけではなく。 彼の内面的な成長や変化を反映しているように感じられます。ファンとして彼のファッションに込められた意味や背景を理解することは彼自身をより深く理解するための一つの手段となるでしょう。そしてその過程で彼の魅力がさらに増すことは間違いありません。彼のファッションに対するアプローチは私たちにとっても学びとなります。自分自身のスタイルを持つこと。 そそしてててののスタイルををを通じて自分を表現すすることの重要性を彼は教えてくれますファッションはただの服ではなく、自分自身を映し出す鏡のような存在です。平野翔さんがその鏡に映し出すのは、自信、優雅さ、そして時に控えめな謙虚さです。それが彼のファッションセンスの真髄であり、多くのファンが彼に魅了され続ける理由でもあるのです。平野翔さんのファッションにおける独特なスタイルは、 彼の内面的な感情や価値観を反映しているだけでなく、彼自身のライフスタイルやその背景に根ざした哲学ともいえるでしょう。彼は単なる有名人としてではなく、表現者として自分自身の姿を模索し続け、その結果がファッションに自然と現れているのです。これは、特に若い世代に対して強い影響力を持つものです。なぜなら、ファッションを通じて自己を表現することが、 彼にとってどれだけ重要であるかを示しているからです。彼が選ぶ服やアクセサリーは、トレンドを追うだけでなく、彼の内面世界とその瞬間瞬間の感情や感覚を伝えようとする試みでもあります。ルイス・ビットンのアイテムは、ただの高級ブランドとしての位置づけを超えて、伝統と革新が融合した象徴的な存在です。このブランドのアイテムを選ぶことは、単に高価なものを着るという選択肢ではなく、 その背後にあるストーリーや職人技そしてブランドが追求してきた精神に共鳴しているということを意味します特に彼が愛用しているルイス・ビットンのスニーカーやトラックトップにはバージル・アブロのデザインが反映されておりそのデザインには歴史と未来をつなぐような革新性がありますアブロはファッションを通じて新しい視点や価値観を提示し続け既存の概念に挑戦し続けたデザイナーでした 彼のデザインが持つそのエネルギーと、平野さんが持つチャレンジ精神は、自然と結びついているのかもしれません。また、ファッションを通じて自己表現をするという点において、平野さんが若い世代に与える影響は計り知れません。現代の若者たちは、SNS やメディアを通じて自分自身を発信することが当たり前の世代ですが、彼のように内面と外見を一貫して表現するスタイルは、多くの人々にとって理想的なモデルです。 彼は、服装を通じて自分のストーリーを語り、そのストーリーをファンと共有することにより、彼自身とファンとの間に深いつながりを築いています。このつながりは、ただの偶像崇拝ではなく、共感と理解の上に成り立っています。例えば、彼が着用するアイテムがどれだけ高価であっても、それが単に、高価なものだから、という理由で選ばれているわけではないことは、ファンも感じ取っています。 平野さんがファッションを選ぶ際に大切にしているのは、そのアイテムが彼の価値観や感性にどれだけ共鳴しているかということです。たとえそれが高価であっても、彼はそれを自分の一部として自然に取り入れることで、ブランドが持つエネルギーやメッセージをより広い視野で捉えているのです。そして、彼が選ぶアイテムが持つその背後にある哲学やデザインへのリスペクトが、ファンにも伝わることで、ただの、ファッションアイコンとしてではなく、 一人の表現者としての姿が際立つのです